お寺や古い建物が残る台東区谷中で、町全体をホテルに見立てた宿泊プロジェクトがスタートしています。新たな観光資源になるのは日本人の日常生活です。ここは台東区谷中。下町風情が残る町並みを歩くと、路地には民家を改修したカフェや雑貨店もあり、連日多くの観光客が訪れています。そんな谷中で新しい宿泊プロジェクトがスタートしました。こちらはですね、町全体をホテルに見立てた宿泊施設です。去年から始まったこのプロジェクトは、一つの建物の中にレストランやお風呂場などを作らず、宿泊する人に町の中にある銭湯や飲食店を利用してもらうことで、谷中の町としての魅力をアピールする狙いがあります。この町の魅力って、本当に普通の生活空間だったり、日常的な路地だったりとか、そういうのを結構時間かけて歩いていくこととか、そういうこと自体がすごく楽しいっていうことを、ちゃんと時間を使って楽しんでもらえたらすごくいいなと思います。宿泊者には谷中周辺の見どころが書かれたオリジナルの地図と銭湯のチケットが渡されるので、食事や入浴は街歩きをしながら宿泊者が好きなところで済ませるシステムです。さらに、宿泊等をご案内いたします。宿泊する場所は受付のある建物から徒歩1分のところにある別の建物です。築50年の木造2階建てアパートを改修したもので、元の建物の味わいを残した趣のある雰囲気が特徴です。この日宿泊していたのは中国人の親子。留学生である娘さんがお母さんを日本に招待したといいます。渋谷とか新宿に行くより、こういう東京の魅力もこう味わってほしいだなと思って、地元の人ともこう見えたりして、こういう景色がちょっと見てほしくて、早速2人は地図を持って街歩きに出発です。こういう裏道すごくいい感じで、何気ない路地裏や軒先に植えられた花など、日本の暮らしが垣間見える光景が魅力的に映ったようです。ここでいるとあまり東京って感じがしない。こういう人とすごく近い感じがして、街をちゃんと見れることはすごく大事だと思って、こちらはすごく日本らしさはすごく表せる。こうした街歩きに役立ててもらおうと、町の自転車店では宿泊者向けのレンタルサービスを行うなど、プロジェクトは町のお店を巻き込んだ取り組みになっています。 Yes, hi. Bye. 何気ない東京の日常を生かした宿泊施設の登場は、東京だけではなく日本の新たな魅力の発信源となりそうです。代表の宮崎さんによると、スタッフは全員英語ができるということで、外国人観光客に対応しています。ただ日本人にも利用してもらい、谷中の街をもっと楽しんでほしいと話していました。